ご主君。ご主君、曹操は百万の軍勢を要し、勅命を廃し、四方を征伐しており、もし戦われるなら長江の要害を頼みにせねばなりませぬ。今曹操は慶州を得ており、長江の要害は分け合ったも同然、到底頼みとはなりません。私が考えますに、降参いたすことこそ万全の策と存じます。シール殿のご意見ごもっともです。ご主君、お迷いになることはありません。曹操に下れば東吾はおろか、江東六軍も安泰となりますぞ。そうでございます。三吾、江南の秋の夜も冷えてまいったの。まだお迷いですか。そこへ、そちはどう思う。皆が申されたのはご主君を謝らせるもの。他の者はともかく、ご主君は降参すべきではありません。それはなぜだ。私が曹操に下っても玄関ぐらいには任命されますが、ご主君が降参すれば官位は公爵止まりで、車は一台、馬は一頭、友も数人となります。二度と一国の主にはなれますまい。皆の意見は己の保身ゆえです。無視なされて、早々にご決断くだされ。皆の意見を聞き、わしは気落ちしておった。そなたの意見はわしの考えと同じだ。これは天がわしに賜ったものだろう。だが曹操は袁紹の軍勢を手に入れ、慶州の兵も得た。東吾の軍勢では到底かなわんぞ。高家より諸葛金の弟諸葛亮を連れてまいりました。あの者に聞かれれば曹操の実情を知ることができます。ほう、賀亮先生が。客車においでです。今日はもう遅い。明日大将や幕僚たちを集め、江東の英傑を見せてから話を聞こう。ご主君、失礼します。主君とお会いになるとき、曹操の軍勢の多さだけは申されぬよう。昨日船で何度も申したではないか。あちらでございます。皆さん参りましたぞ。孔明殿、我が主君を驚かさぬようお願いしますぞ。ご安心なされ、相手の出方によってことは運びますので。こちらへ。皆さん、諸葛亮孔明先生です。お会いできて光栄に存じます。こちらが武軍中郎将の長将殿です。どうも。お名前は金金。そちらは小陽殿。ああ。どうも。あちらが愚本殿。そして保湿殿、節操殿、さらに陸石殿、あちらは元春殿、そして貞平殿。ああ、どちら様もお会いできて光栄です。どうぞお先に。